大野さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。大野さん、意気込みをお願いします。はい、皆さんこんにちは。埼玉から参りました桐生でございます。この曲、今紹介していただいたように、3年前にできた曲でして、まさかこんなに温めることになるとは思ってもいなかったんですけれども、今日こうしてお披露目ができて、このようなお天気のいいところで、本当に今日にぴったりな曲ではないかと思っております。これを見ていただいた皆様が少しでも前向きな気持ちになれることを祈って踊らせていただきます。今日からスタートの、また一からスタートの気持ちで頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。はい、改めましてご紹介いただきました桐生でございます。ありがとうございます。おかげさまで我々桐生ですね、今年が19年目、来年が20周年ということでですね、今日はですね、まあ、ご多分に漏れずに諸般の事情でだいぶ人数は少ないんですけれどもね、少ない人数ですが一生懸命演舞いたします。ご声援いただけますようよろしくお願いします。ありがとうございます。それではいざ参ります。日本バレー。
よろしくお願いします。ありがとうございます。会場の皆様に感謝、ありがとうございました。キリでございました。